鳥取県北栄町で星空米を栽培している淀瀬拓也さん実家の農業の手伝いから始め平成17年に本格的に就農中包丁生産組合の副組合長を務めています中包丁生産組合の栽培面積は76ヘクタールでそのうち星空米などお米が56ヘクタールと大部分を占めています 星空米を栽培する上でで大変なことって何ですかまあ星空舞に限らずにここは水と田んぼの方をメインでしておりますので草刈りだったり田植えだったり稲刈りだったりのそういった準備段階人の配置だったりとかを考えたりもするのでそういうふうなところが一番大変ですね。 またそういった大変な反面やりがいを感じる瞬間もあると思うんですがどんな時ですかそうですね一つ一つの仕事に対してもう終わったっていう時が一番のか喜びの感じですね。若手農家としてさまざまな活動を行っている淀瀬さんにこれからの目標についてお伺いしましたまたこれから目標としていることややりたいことなどはありますか今はまあ あの機械の方に大分頼っておるんですけども頼るところもあるんですけどもできる限り省力化を目指していくような形を目指していきたいと思っておりますまたそんな中で星空米の栽培面積も増えていきそうですかそうですねこれから先コシヒカリに変わる代替品種になりますのでどんどん面積の方は増やしていきたいと思っております皆様に食べてもらえるように頑張っていきたいと思います 気候変動に対応するため開発された鳥取県オリジナル品種の星空米その星空米を広めるため淀瀬さんら生産者は今日も汗を流しています。